何か新しい場所に行ってみたくても実は古代広告な内容でお金の無駄だったなんてことになりかねませんよね。すべての観光地は見て回る価値があると思いますか？今日は7つの例を紹介するので、行く価値があるかないかぜひ決めてくださいね。まずは1971年にタイムスリップです。あなたがスペインの静かな町に住んでいるとします。家はすべて白壁で、道路は石畳。眠っていたあなたが隣人の叫び声で目を覚まします。こんな静かな町の8月の気持ちのいい朝に何が起こったのだろうと、近所の家に着くとすでに人だかりができています。その家の住人は家の床に突然顔の絵が現れたというのです。これが有名なベルメスの顔の物語の始まりです。その家族は何度もその顔を壊そうとしましたが、すべて効果なし。この現象は人々の間で大きな話題となり、超常現象が関係しているのではないかと考えられるようになりました。有名になったこの家には何百人もの観光客が訪れるようになり、実際この家は顔の家として人々に洗練されました。その後30年間、一家は性別、形、大きさ、表情まで様々な形が現れ続けたと主張しました。一家が顔を作る方法を発見し、デマで有名になることで注目を集めたと考える人もいれば、一家は本当のことを言っていて何かの自然現象が関わっているという人もいるのですが、科学的にはどうなんでしょうか。この家に関しては長年にわたって調査や研究が行われてきて、研究者たちはコンクリート壁からサンプルを採取していくつかのテストを行いました。ある研究では顔には顔料が添加されていると結論付けられたのですが、1990年に行われた別の調査では塗料の痕跡は見つからなかったと発表されています。まとめると主に3つのことがこの顔を作っている可能性があります。セメントの構造に影響を与える物質、またはセメントを固定する製品、そして最後に樹脂に使用される顔料です。これらの主要な説明はこの家で超常現象は何も起こっていないことを証明しています。人の顔のように見えるのは確かなのですが、私たちの脳が点と点を結んで人の顔に似せているとしたらどう思いますか？実は日常的なものを見ても顔が見えることがあるんです。例えばプラグが笑顔の顔に見えるのは私たちが人間であることと関係しています。この現象はパレイドリア現象と呼ばれていて、科学者によれば私たちの脳は感情表現として物体を処理することに慣れているため、日常的な物体に顔が見えるのだそうです。超常現象とされるものに対する人々の好奇心から観光名所となった場所もありますが、世界には超常現象とは何の関係もないのに人気がある場所もあります。例えばジュリエットのバルコニー。このバルコニーはイタリアの都市ヴェローナにあり、小さな広場から古いレンガ造りの建物のバルコニーが見えます。これは本当にジュリエットのバルコニーなのでしょうか？実は違うんです。ご存知、ジュリエット・キャピュレットことジュリエッタ・カピュレッティは架空の人物で、もしあなたがシェイクスピアファンでロミオとジュリエットが夜に見つめ合う場所を訪れたらどんな風に見えるか見てみたかったら、この場所はぴったりですよ。同じように考えるファンも実は多いんです。この場所はベローナで最も観光客が訪れる場所の一つなので、見るか見ないかはあなた次第です。イタリアからスリランカへ旅立ちます。ああ、これは長旅になりそうです。スリランカ南部の海岸の漁師たちは海底に埋め込まれた木製の竹馬を使って漁をしていました。このシステムは現地の人々によって考案され、長年使われてきたもので、ボートで移動することなくより深い海域にアクセスできます。ところが2004年以降の自然災害により、漁師たちはこの漁法を断念せざるを得なくなりました。高床式の漁師の多くは仕事を求めて内陸部への移住を余儀なくされました。ではなぜ観光客は未だにスリランカ南部の海岸で木製の竹馬を持った漁師を見かけるのでしょうか？実は彼らは本当に漁をしているわけではなく、ポーズをとっているだけなのです。観光客は写真を撮り、漁師はチップをもらうという仕組み。この方法を使う漁師を見たければまだチャンスはありますよ。
混雑していない海岸では竹馬を使って釣りをしている人もいますからね。第4位はルーマニアのブラン城。この城は文学界で最も生き生きとした人物の一人、ドラキュラ伯爵が住んでいたことで有名なのです。本に出てくる城の描写はこの城の外観と合致しています。とはいえ繰り返しになりますが、ブラムストーカーのドラキュラは架空の人物ですからね。現実的な面ばかり持ち出して申し訳ないですが、本に描かれたドラキュラの城はブラン城をモデルにしているのですが、城のウェブサイトによれば城を見るどころか著者はルーマニアにさえ行っていないのですが、この城についての研究はしていました。ブラン城はその歴史的ルーツを教えてくれますよ。14世紀に建てられたこの城は、吸血鬼について聞いてきたことが全て本当かもしれないと思わせる場所。美しい自然の風景に囲まれていて、古い部屋やトンネルなどがたくさんあります。もしかしたらドラキュラ伯爵の棺を想像の中の部屋に置くことができるかもしれませんよ。次の場所はかなり巧妙に作られた観光地であることは認めざるを得ません。この場所では地元の人たちが村全体を観光拠点にすることを決めたのです。その結果作戦は見事に成功。ピーク時には何千人もの人々がここを訪れるスリーピーハローを紹介しましょう。もちろんここでヘッドレスホースマンに出くわすことはないのですが、不気味な雰囲気に迎えられますよ。スリーピーハローを観光客向けの不気味な街に変えようというアイデアが持ち上がったのは90年代半ばのことでした。この街は1883年にノースタリータウンと呼ばれていたのですが、この街で何百人もの人々が職を失ったため、どうにかしようと対策を練り、別の場所に移住する代わりに自分たちの街の町おこしを始めたのです。この鉄道の一部はある大作映画によって有名になりました。映画「戦場に架ける橋」は1957年に制作され、ビルマ鉄道建設の歴史的舞台で撮影されました。しかしそこにある橋は一種の偽観光名所で、ビルマ鉄道は実際にはタイのクワイ川を通らずに代わりにメークロン川を渡りました。映画で言及された橋は実際にはクワイ川にあったんです。この映画は観客の目にも批評家の目にも大成功を収めたため、ファンたちは橋を探し始めました。政府はこの機会を捉え簡単な手を打ったんです。そう、メークロン川の区間を解明してしまったんです。厳密には橋の位置は間違っているのですが、歴史的に重要な場所という事実に変わりはなく、環境も素晴らしく美しい場所となっています。シャングリラは神秘的な城塞として知られていますが、そこには神話があります。中殿は中国の都市だったのですが、2001年により多くの観光客を呼ぶために政府関係者によってシャングリラと改名されました。観光客はシャングリラはジェームズ・ヒルトンの小説ロスト・ホライズンに登場する理想郷を見るためにこの場所を訪れます。この本は1933年に出版され、この場所は架空の集落を装っていますが、全体的にはかなり魅力的。ヒマラヤの田園地帯の裾野にチベット風の巨大な家が建っていて、そこではヤクが草をはみ、ワシが飛ぶのを見ることができます。チベット文化についてもっと知りたいなら行ってみてもいいかもしれませんね。シャーロック・ホームズにまつわるおまけのお話を一つ。彼が残した謎かもしれませんし、単に私たちを惑わせたかっただけかもしれません。ロンドンにある彼に捧げられたシャーロック・ホームズ博物館は彼の家ではなかったというのです。彼自身架空の人物ですが、本の住所はベーカー街 221B で、実際の建物の住所はベーカー街239。それに本が印刷された当時からベーカーストリートの建物の番号は200番台ではなく100番台までしかありませんでした。他にもツーリストトラップをご存知ですか？コメント欄で教えてくださいね。